ようございます、岡巻です。今日は出かける予定のない、ずっと家にいる一日の様子を撮ってみました。最近アサイを買って、朝ごはんにアサイボールを食べることが増えました。贅沢な一日の始まり。冷凍バナナ。冷凍マンゴーも入れちゃいます。朝からフルーツをたくさん食べられて幸せ。昨日切って残してあったバナナ、オレを入れると美味しかったので追加。いただきます。美味しすぎる。ちょっとお腹が満たされなかったので、作って冷凍してたパンを食べます。パンはホームベーカリーで作っています。ツナコーンマヨチーズパン。美味しかった。ドドン。モナリザのレゴ。これは絶対欲しくて、発売前から予約してました。1503ピースなので、ごっこのレゴに比べると半分くらいです。説明書もしっかり分厚い。袋は17までありますが、このレゴは組み立ててるというよりかは、ピースをはめていくって感じなので、ボリュームの割に時間はかからなさそう。早速組み立てていきます。1の袋は額縁のパーツです。ゴールドがちゃんと金ピカで可愛い。茶色のブロックがチョコレートに見えてくる。ゴールドとの相性もいいですね。このパーツは何回も向きを間違えて、あーあってなってました。笑い。2の袋は1と同じなので、サクッと作っていきます。1と2をガッチャンコ。額縁のベースが完成。3の袋は、足りていない額縁のパーツです。レゴはパーツごとに分けておくと、付け間違いや、付け忘れを防げるのでおすすめ。よっしゃ。できたー。額縁が完成。4の袋は、モナリザの土台の部分。5は4と同じです。4と5がちゃんこ。はい、できたー。いいですね。6から先はいよいよモナリザのデザイン部分です。説明書を見ながら、はめていくのが楽しかった。
背景ができてきましたね。休憩がてら、お昼ご飯にします。最近控えていたカップ麺を食べちゃいます。私が一番大好きなカップ麺、トムヤムクン。カップヌードル公式のアイスの蓋。今日のお昼ご飯は、ブロッコリーサラダと蒸したさつまいも、だし巻き卵と、作り置きのきんぴらごぼう、そしてトムヤムクンヌードル。レゴで疲れた体に染み渡りました。お腹も満たされて少しだけ仕事をします。気がつけば年末が近づいてきてますね。ぼちぼち確定申告のために会計ソフトの入力もしていかないと。レゴを再開。9の袋は立体ブロックが多めです。よし。どんどんブロックを重ねて立体的になってきました。気がついたらもう夕方で暗くなってきました。電気をつけて再開。完成も近づいてきましたね。ちょっとお菓子休憩。一気に疲れが飛びました。手の部分。いよいよ残り2つ。最後の袋。額縁と合体させます。完成。いい。ゴールドの額縁が、すごくいい味を出しています。立体感があって、思ってた以上のクオリティと重量感。どこに飾るか悩んでて、とりあえず階段に。階段も可愛いね。夜ご飯。のりぽよがさつまいもご飯を作ってくれました。美味しそう。塩昆布とバターで味を整えて。
今日の夜ご飯は、さつまいもご飯。きんぴらごぼう。鶏ミンチとピーマンの照り焼き。残り物のポテトサラダと、残り物の青さ味噌汁。めっちゃ味付けいいやん。ごちそうさまでした。全部美味しくて大満足。のりぽよの明日のお弁当を入れます。おかずは夕飯の残りを冷凍してるので楽ちん詰めるだけ。さてさて、お風呂も沸いたのでお風呂に入って寝ます。ご視聴ありがとうございました。なにこれ、なんでこんなのあるの、なんで